皆さんこんにちは、巨人 .com の時間です。さて、今日は2023年、読売ジャイアンツ支配下選手の対談予想でございます。シーズン4位が確定し、2年連続 B クラスが決まってしまいました。来年こそは何が何でも優勝、日本一を目指さなければなりません。昨年、今年の苦戦もあり、血の入れ替えはマストでしょう。本日は引退、戦力外、育成契約、自由契約等すべてを含めて、支配下選手の対談予想を実施いたしました。ゲストに当チャンネルのご意見番、ザボさん、関西 G タラコさんをお招きし、意見交換を重ねながら予想してみましたので、ぜひ最後までご視聴いただきますようお願いいたします。さて、まずは結論からです。まずこちらが2023年の支配下選手一覧です。そしてこちらが今回の動画で結論付けた対談予想選手を除いた一覧です。合計16人が対談すると予想しております。なぜこの結論に至ったのか、その理由や展望も合わせてこの後ご覧いただければと思います。では早速どうぞ。はい、ということで、ザボーさんと、関西 G タラコさん来てもらってますので、早速じゃあスタートしていきましょうかということで、一応今一覧が映っていると思いますので、どっから行こうかなと思うんですけど、まず野手から行こうかと思います。はい、で野手のまず一番上ですね、ベテラン枠3人並べてあるんですけど、ここから行こうかと思うんですけど、はい、ベテラン枠3人どう思いますでしょうかね。じゃあザボさんからいいですか。僕は、後半から長野がよくスタメンで出てて、はい、活躍もしてるような気が感じてるので、はい、中地とマッチはアウト、長野は残かなと思うんですが、これ僕も同じですね。うん。長野選手はやっぱりもう一年、やっぱり人気もありますしね。うん。まあそういうのもあって、長野選手もう一年やるかなと思うので、僕もここ同じ意見ですけど、うん、はい。タラコさんどうですか？予想としては一緒ですね。松田と中島が消えそうかなと、うん、思うんですけど、僕の見立てとしては、中島残留にしてほしくて、松田だけかなと思ってます。なるほど。はい。なんか理由がありますか？衰えが特に、去年から、衰えてるところがないんですよ。むしろいいかなと。状態はずっと下の方でも良かったんで。まあ、戦力に、残しといて不足なしかなっていう見方ですね。今年は使いどころなかったですけど、可能性は残してるかな。で、これちょっと僕言い忘れたんですけど、左下に書いてるんですけどね、例年だと、まあ、例えば去年だとね、22人が退団してるんですよ。まあ、本当だ。はい。なんて言うんでしょう、この戦力外と引退と、あとまあ、自由契約ですね、育成落ちという感じですけども。育成から退団はこの中に含まれて、含まれてるって書いてますね。っていうことは、支配下からやから、育成の選手はそのまま消えたっていうのは除外ですね、数字的には。そうです。育成落ちした選手はここの人数に含まれてます。って考えると、一覧から考えるとね、まあ、最低でも15名は削る感じになると見立ててるんですよ。なるほどね、1、2、3、4、5、6。で、それがね、まあ、育成落ちもいますし、対談もいますし、外国人なんか、ね、契約しない可能性もありますし、そうですね、可能性があるんですけど、まあ、ちょっとここではもうややこしいんで、対談予想っていう感じでまとめますけども、大体15人ぐらいをちょっと見立てているというふうに、ちょっと頭の中に入れてもらえればと思いますが、はい、了解です。わかりました。はい。はい、って考えると、中島選手、どうですか？数、僕、全然足りてないんで、消える、15に合わせるなら消さなあかんかなって感じですね。実際、中島選手ね、今年も呼ばれなくて、まあね、実力はそうな気もするんですけど、評価とか戦力に、戦力外って感じですね、見込んでへんって感じがしますね、首脳陣の考えとしては。まあ、僕も予想としては、まあ多分引退勧告して、中島選手がどう判断するかで、自由契約して、どっかに。活躍の場を求めるのかどうなのかっていう、そんなところですね。そんな気がするんで、一旦じゃあ長野選手だけ残しておきましょうか。はい、了解です。はい、次ね、梶谷選手どうですかね。これじゃあタラコさんどうですか。はい、
今めちゃくちゃ不調やと見てるんです、はい、結果以上に、見てますけど、まあ大概今年の貢献度は高いに残すべきと絶対的に思います。僕もほぼ梶谷選手残すべきですね、うん、と思ってますが、どうですかね、ザボさんは。うん、梶谷もね、野生地味があるんですよね、うん、そうなんですよ ね年齢ちょっと尖いしまだできるぐらいの、うんうん、パフォーマンスはできてると思うので、僕は梶谷は残しときたいです。残しときたい。島根県ですね、はい、それもありますね。それもありますね。うん、そうですね、まあ、残しときましょうかね。はい、はい、そして坂本勇人選手は残しますよね、うん、そうですね、うん、もちろんもちろん、はい、小林選手、ここじゃあザボさんお願いしていいですか。小林は脱いでいただいて、うん、中に入っていただくのがよかろうと思いますがね、うん、だからアウトです、うん、はい、タラコさんどうですか。僕は予想としても見立てとしてもアウトにしてなかったんですけど、うんうん、15っていうところを思うとそれは消さざるを得ないっていう感じですかね。だから戦力外ですね。戦力外ですね。まあそうですね、まあ今年でね、契約4年契約の4年が終わる、うん、かつまあ年俸1億円という、まあ、とこもあるので、うん、うん、ただまあけど予想としては、うん、ずっと一軍におったじゃないですか、山瀬とか使わずに、はい、この辺 で残りそうかなとは思うんですけどね、予想はね。そうなんですよ、これね、もしね小林選手いなくなったら、うん、大城、岸田、うん、北、うん、で山瀬、4人になるんですね、うん、一軍、まあ、この支配下で見たら、うん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 、でまあ、育成でね、いますけど、何人か。そうですね、うん、でもこれも3年目で契約切れるかもっていうような、そうですよね、選手たちなんで、なんかね、今日ちょうど YouTube なんかで見てたんですけど、8人ぐらいで想定するらしいです、少なくとも。それで、まあ、4人ってかなり少ない、その時に大城と岸田が入ってきたみたいな話だったんですけど、YouTube。その辺を見ると、補修不足ではあるんで、ここは難しいところですね。うん、難しいですね。まあ、キャッチャー取って、そんなわけもないですしね、ないというか。今年ね、キャッチャーいないですからね、その新藤選手いないですからね。うんうん、ね、残す、ああ、予想、何をもって戦力外とするか残すかっていう話ではありますけど、予想としては残るんかな。だからこれね、小林選手、まあ、僕がもしフロントなら、うん、選手兼任コーチで、はいはいはい、年俸まあ半分以下4000万ぐらいに落として、うん、契約するなら残っていいですけどどうしますかっていう、多分なんかそんな投げかけをするような気がするんですよね。うん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 、っていうぐらいキャッチャーがそんなにいるわけじゃないんで、うん、これは、はい、まあ、当てに行くっていうような話し合いですか、今回の会話。できれば当てに行きたい。っていうことは、残すべきちゃいますかね、キャッチャー不足に泣いてるっちゅう、うん。そうですよね。うん。一旦残しておきましょうか。あとで人数で考えましょうか。はい、そうですね、そうですね。うん、はい、わかりました。はい、次、中田選手どうですか。まあ、僕は契約ね、したところなんで、あ、そうや、そうや、3年契約を結んだ1年目が終わる段階ですね。まあ、残りますね。まあ、残りますね。うん、うん、うん。中選手、残ると思います。どうですか、丸選手は。そうか。この間もみんなでおしゃべりしましたけど、はい、うん、僕、丸、広島に帰ってもらってもいいかと思う、うん、思ってたりするんですよね。うん。うん、まあ、くしくも今日の最後、丸選手で終わってしまったというね。ああ、そうなのか、はい、うん。全然見てなくても申し訳ないけど、うん、で一軍で出れるうちに、ね、広島に戻った方が、もう広島で引退するのならね、一軍に出れるぐらいの、うん、うちにね、戻した方がいいのかなとは思うんですけどね。なるほど。僕も
必要戦力とは見てますね、うん、必要戦力とは見てるんですけど、うんうん、あの消える可能性も全然ありえるなとは思って、うん、予想としてどうするか難しいですね。難しいですね、うんうん、残留要請は書けるんちゃうかな。僕もね、残留要請は書けると思いますね、うんうん、っていうのもやっぱりね、 FA で来た選手はあんまりね、うん、ないがしろにそうそうそう、うん、来てくれなくなる可能性が高まっちゃうので。ああ、うん、なるほど。まあそこもやっぱりありますね、うん、そこらの外れスケットよりかは成績残してますから、はい、うん、そうね、もう来年以降、うん、多分ね、丸選手あたりが代打の切り札になってくるんじゃないですかね。そうしてほしいとも思ってますね、うん、うん、と考えると、まあ、ちょっとあとでこうも人数考えようと思うんですけど、うん、一旦ちょっと残しておきましょうか、うん、ですね、はい、そうですね、はい、うん、はい、ウォーカー選手どうしましょうかね。僕は外しで、うん、ザボさんは残ってほしいって感じですよね、うん、僕は残ってほしいと思います。僕も残ってほしいんですけどね、はい、僕も残ってほしい気持ちはありますねけど、うん、うん、戦力、まあ、外国人枠一枠使って代打っていうのも考えにくいかなってことで、うん、うん、今年の2軍付けっていうのを見ると、うん、あの予想としては消えそうかなと思いますね。消えるかもしれないですね。うん、ある程度ね、ファームでめっちゃ打ったんでしょ、ウォーカー。あ、やっぱあの実力はだいぶ上で、うんうん、当たり前のように打ちますね。うん、これ確認したと思うんだよな、僕な。まあ、うまいことね、うん、あのトレード要因とかとうまく、うん、キャッチすればね、うん、残しておきたいんですけどね。うん、そこですね。けど、うん、ウォーカーのまんまでとは考え、難しいというか、必要戦力なんやけどって感じですね。あ、でウォーカーってでも 2年契約でしたよね。おお、そうか、はい、ってことは、ほな1年待つか、うまくトレードに出すかもしれないですね。うん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 、ここで赤丸はつかないかもしれないですね、うん、はあ、うん、だ一旦ここで残しておきましょうか。はい、ポランコの例もあるですね。そうですね、うん、うわ、ちょっとあんまり減らないですね、これやばいな。今年全然僕も減らないですね。ねえ、うん、じゃあ次いきましょうかな。王将選手の減らないですよね。減らないです、もちろんもちろん、はい、正捕手。じゃあ増田大輝選手どうでしょう。ここも、消す予定の考えではなかったけど、うん、数の加減と、他に代わりのいる代わりができる選手はいると見てるんで、決していいかなと思います。そうな、もう数の加減によるね、うん、感じかな。そうですね、そうですね、うん、一旦じゃあつけときましょうか、うん、そうですね、はい、うん、若林選手、増田大輝が、あ、どうぞどうぞ。増田大輝ができることをね、はい、中山ライトと湯浅ができそうな気がするんですよね。ああ、湯浅がそうですね、しゃあないね、うん、うん、そうですね。じゃあ次、うん、若林選手どうですか。ザボさんどうですか。ないかな。ないな。一応ショートって書いてあるけど、はい、ほぼほぼショート守らないですよね。外野か、まあ、セカンドかぐらいのもんかな。外野がメインですよね、うん、今のところね。一軍出るとすればね。あ、そうなんですかね、うん、そうでしたっけ、まあ、もう、うん、そうですね、そうです、うん、まあ、定位置のない男ですね、うんうんうん、若林はお疲れさん。ジャイアンツアカデミーのコーチぐらいでしょうかね。確かにね、小学生の、うん、そうやな、うんうん、ここはザボさん一緒、あのタラコさん一緒っすよね。あの一緒ですね、一緒っすよね、予想なんかね、あのほんま予想としてはあの若林残しそうかなと見てたんですけど、うんうん、あのまあまあ数のことを聞いてあの話はちゃうかなって感じで、うん、ですかな、うん、僕の見立てとしても戦力外かなって思ってました。そうっすよね、うん、
うん、OK。じゃあ、重信選手どうですかね、うん、これは田原君、まあ、残し、まあ、残しますね。うん。ザボさん、ここですね。うん。はい、あの、残しですね。残しですね。うん、あの、一番信頼がおける、ダイソー。まあ、そうですね。ですね。うん。うん。はい。じゃあ、ここ行きましょうか。ブリンソン選手どうでしょう。ここで。これがむずい。どうかな。何年契約なんですかね、ブリンソンって。3年ですよ。3年ですよ。3年ですよ。3年ですか。はい。はい、3年か。ないかな。ないですね。うん。タラコさんどうですかね。うん。僕の趣味思考、いろんな総合的には残したいという考えなんですけど、僕はフロントなら。うん、はい。あの、うん、総合的に予想するなら消えそうかなと思います。消えそうですね、うん、いや僕もそう思います。ここはもう消えるような気がします。はい、うん、はい、じゃあ次行きましょう。松原選手どうでしょう。ザボさんどうでしょう。あそうな微妙だな。まあとか喜んでもらってくれるとこないかな。ないかな。まあ、現役ドラフトとかの要素ではありますよね。このあたりは。そうですね。僕赤丸にしときます。僕は。はいはいはい。タラコさんどうですか。消えますね。消えますか。はい。ここで二人とも赤丸がついたんで、じゃあ赤つけときます。あ、そうですか。そうです。ジャガさんの考えは、僕はドラフト、現役ドラフト要員かとは思ってましたけどね、このあたりは。あ、僕もそのそれですね、それですねっていうか、それも一つですね。うん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 。うん、それか戦力外かっていうところだと思います。まあいずれにしてもじゃあ対談予想という意味では赤丸で。対談、そうですね。うん、うん、どっちか要素だと思います僕は。はあ。うん、じゃあ行きましょうか。はい、北村選手どうでしょう。原子さんどうですか。消しますね。消しますか。はい。ザボさんどうですか。僕はもう一年よ、もう一年 見ときます。もう一年見ときます。だから消さない、うん、消さないようにします。はい、うん。まあ確かに内野手の薄さがね、層の薄さが気になるのは気になるんですよね。まあ、ちなみに。ちなみに増田陸ってセカンドとかしてるんですか今でも。今セカンドがあのメインですね、うん、セカンドはメインですか。はい。いやでもな、見てないからなんともなんだよな。いや陸、あの、うん、去年の状態ですよ。去年の状態ぐらいようなってますね。そうですか、うん、はい。で北村、うん、何もできてないんで今年、あの今年が最終年やったかなと僕は見てますね。うん、まあ、中継ぎピッチャーで残すかっていうところだけです。ああそう。140キロ投げれますから。そう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 。そうな。ここは確かに現役ドラフト、現役ドラフト要員の一人でもあるかなとは思いますね。そうですね。赤かなここはね。今シーズンのシーズン途中に広岡出して石川出しての流れ。乗ってる選手でも確かにねとも見えますよね。うんうんうん。まあちょっと分からんではない。一旦言っていきましょうか。はいはい、はい、じゃあ直樹選手は残りますよね。そうですね。はいはい、勝木選手どうでしょうかね。ここは変わるっすよね多分ね。そうですね。うん、そうですね。これ、はい、僕が二軍見てるからなんですけど、めちゃくちゃ今年でようなったんですよ。そうなんだ。なんで、石川慎吾になりうる存在かなと思ってて、うん、今回は出しましたけど、うんうん、僕は残してほしいと強く思って、ここは僕は残留派で。残留派ですか、はい、うん、いや僕ね むしろ松原、北村、勝樹なら、うん、一番いなくなるの勝樹かなと思ってたんですけど、あの、うん、上がってこへんかったし、はい、あの僕去年は現役ドラフト絶対に出せと思ったんで、はい、うん、あのそのまんまの感情と一緒だと思うんですけど去年と、はい、あの、うん、僕も終わった選手は思ってましたが、去年、今年がようなって特に最近めちゃくちゃいいんで、うんうん、だから僕は2軍見てるから考えが違うんかな。
あのポジションファーストだけですよね、勝つってね。ですね。セカンドもフォローされてる時ありましたけど。そうですね。はい。けど、まあ、ファーストですね。ファーストでこう出る幕ありますか、勝つ。これから、こう、近未来を予想した時に。あります、あるかなと思いますね。ありますか。はい。はあ、うん、そう。そうか。とりあえず、丸を残るとすれば、ダイヤの切り札だという話があったでしょう。うん、はい、まあ、左のバッターのダイヤの切り札ですよね。うん、で、多分、勝木選手も、まあ、ファーストですごくライバルが多いじゃないですか。うん、あの、タラコさんは出れるチャンスはあるとはおっしゃられましたけど、中田がいて、秋広がいて、岡本がいて、ほいで勝木、勝木ってなりません？なります。ダイヤの切り札での勝負となると、丸と勝木だったら、勝木ってなる。となれば勝木はないかなと僕は思いますよね。中田の怪我と年齢が気になるから、省かれるところの、省かれるところの保険要因になるのかなと、うん。確かにフル弱で出れる選手じゃないですね。うん、で、まあ、坂本のサードいうのもずっと出続けられるわけではないやろうというところと、まあ、この2人の加減と勝木の今年のめちゃくちゃいい感じなところ見る、うん、でも、ここをまとめるなら僕が引くべきかなとは、あの総合的には思いますね。まあ、ちょっと一旦つけてください、ここね。一旦つけてくださいね。野手こんなもんですかね。これ以外で言います？そう、いないですね。みんな若いもんなとは、ね、そうですね、可能性、あの野手だとこれで 2,4,6,8,9 人入るんで、そんないったか。これで9人です。一旦じゃあ、なるほど、野手こんなもんですね。あと、ウォーカーが入るか入らんかぐらいのことですわね。そうですね。ね、まあ、妥当なんじゃないですか。うん、かもしれないですね。うん、うん、うん。この28歳から30歳のこの右バッターが軒並みいなくなるっていうことになりますね、これで。でも、この、まあ、あの若手枠に菊田とか、萩尾だとか、そうですね、右バッターですよね。あとは、浅野翔吾もそうか。うん。ね。湯浅もそうか。いうことでね。担保はできる。まあ、こんなもんかもわからんですね。そうですね。そうですね。うん、うん。お声とかね。言いますね。そうですね。はい、お声とかはまあ残るでしょうし、絶対的に。うん。一旦こんな感じなところでまとめときましょうか。はい。はい。いいと思います。はい。OK です。じゃあ、ピッチャー行きましょうか。難しいですね。はい、はい。はい、じゃあ高木恭介どうでしょうか。これタラコさんどうでしょう。予想としては僕は残るかなと、数のこと気にせんと思ってたんですけど、あの僕の見立てとしてはもうどうにもならんというのと、年齢の伸びしろのなさで消しかなと思います。これ一緒ですね、ザボさんね。はい、一緒ですよね。そうだと思います。はい、ね、ここは僕もそう思います。高木だと思います。はい、菅野の、はい、あのジャガーさん、このピンクの意味って何か、あ、何かあるんですか。先発ピッチャーっていう意味です、これは。ピンクは。ああ、なるほど、なるほど。はい、分かりました。なるほど。はい、僕もこれ、はい、何やろうな思ったんですよ。ごめんなさい。なるほどね。先発ピッチャーという意味。分かるよ。了解です。はい。あ、なるほど、なるほど。OK。はい。菅野選手、どうでしょうか。これ、残りますよね。そうですね。ね、うん、まあ、残るでしょう。はい。三上選手どうでしょう、タラコさん。消えます。消えますよね。はい。はい。これザボさん一緒ですよね。そうですね。一緒ですよね。はい。はい、うん、さあ、鍵谷選手どうでしょうか。消えます。消えますね。あ、ごめんなさい。やった、やった。いいですよ、いいですよ。あの、消えます、消えます。消えますよね。はい、いや、僕もそう思います。はい。はい。はい、高梨選手どうでしょう。じゃあ、残るんじゃないです。残ると思います。はい。はい、ね、残りますね。残りますね。はい、バルドナード選手、これちょっとね、外国人って、これ相手方が合ってる、合っての話なんで難しいんですけど、どう思います？タラコさんどう思います？まあ、バルはどうしても残ってほしい選手だと思うんで。残ってほしいですよね。はい。うん、
残ってほしいです。残ってほしいですね。外国人一番残ってほしい選手かなと思いますね。はい。バルが嫌やって言わん限り残ってほしいとこですよね、ここ。ですね。そうですね。じゃあ、ロペス選手どうでしょうか、これ。ザボさんどうですか。ロペスはアウトでいいんじゃないかなと思いますね。うん。難しいです。ここどうでしょう、タラコさん。希望は、残してほしいと見てるんですけど、予想としては、アピールは足らない、貢献時期がゼロなんで、うん、消えそうかなと、思いますね。まあ、そうでしょうね、なんかいいとこで怪我しちゃったり、そこからですよね、そこから上がってこなかったし、あのビエイラですら消えましたから、怪我で、そうですね、もう無理だなと思いますね。そうですね、まあまあ年俸高かったですもんね、ロペスね。高いですよね。確か2億とか違いました。そうだったかもしれないな。ビーディの方が高かったんちゃいましたっけ。あ、そうかそうか、ごめんなさい、これビーディの方が、うん、そっかそっか、ビーディ1億円でしたね、確かね。まあまあ、ちょっと忘れてもんだんですけど、まあ3億以上ではありますね。ビーディどうですか、じゃあタラコさん。はい、消えます。消えますか。はい、あのセットアッパーにも先発としても役立たへんかったんで無理かなと思いますね。無理かもしれんですね。これどうでしょうね、ザボさんは。そうですね、いやー、しょうがないよ、実績出なかったからね、いっぱいチャンスをあげたと思うんですけども、はい、ビーディーもアウトだと思いますね。そうですよね。はい、そう思います。はい、こうしておきましょう。はい、はい、はい、次が、豊木選手どうでしょうか。ザボさんどうでしょう。うわあ、僕はアウトにしましょうか。なんか怪我中断でしたっけ？そんなことなかったでしたっけ？いや、もう投げてますね。投げてますよね。はい。一軍では一回も投げてないんでしたっけ、今シーズンは。いや、開幕の頃投げてました。あ、開幕言いましたっけ？あ、そう、はい、それ、それだから覚えてないんだよ。オールスターノミネートされてるような男なんで。オールスター、ああ、ノミネートね。はい、ノミネート。はい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 。そうかそうか。いや、田中豊樹ありがとうでいいです、僕は。あの、アウト、赤丸で。赤丸ですね。はい。はい、さんですか。あ、僕の愛人豊樹のことですけど、はい。はい。まあ、アウトですね。まあ、そうですね。あ、伸びしろもなけりゃ、はい、今いいわけでもないんで、アウトかなと思います。うん、そうやな。はい。僕もそう思います。うん。ちょっと丸間違えたんで、これ、もう一回直します。戦力外の男も出てきそうな気がします。そうですね。まずあれ、東山くんやんの、もうやないか、ナレーションが変わるかもしれませんね。そうです。あ、本当ですね。いろいろありましたから。そうそう。じゃ次、畑選手どうでしょうかね。じゃあザボスさんどうでしょう。畑って他球団が欲しがるんですってね、どこもね。あ、なるほど。うん、でも29歳の選手を現役ドラフトに出すっていうのは、大体、なんだろう、23か26ぐらいの選手を出すのが現役ドラフトだという気がしてて、というのであれば、トレードで拾い手がなければアウトだと思いますけど、だって巨人では活躍できなかった選手ということになるのかな。なるほど、なるほど。はい。どうでしょう、田中さんどうですか。太田大使のような扱いみたいな。そうか、はい、そうか。僕ですね。はい。強く残留ですね。ほう、そうですか。うん、はい。怪我明けて、復帰等も果たしてるんですけど、やっぱ二軍では桁違いのピッチャーなんで、これは、様子見るべきやと、見てます。まあ、畑は入団した時から、まあ、この選手はすごいと言われたピッチャーで、はい、さらに育成以下落ちてね、はい、今支配下ですよね、今は一応ね、支配下ですよね、で支配下ですね、だと思ってるけどな、ね、
29歳で、うん、まあ残るかも分かんないですね。これは残すでいいと思いますね。その僕の希望というよりも予想としてピッチング見てると思うんですけど、すごいやっぱ別格やったやなこいつはと思いますね、下で見てると。なんで今シーズンは上に投げなかったんでしょうね。あの開幕前に怪我しよったんですよ、うん、キャップ中やったから。ほんでそこからずっと投げてへんとか、まあリハビリみたいなのをしとって、つい先月ぐらいから投げ出したんですよね、うんうん、ああそうなんだ、うん、はい。まあでも怪我の多い印象は拭えませんな。拭えないですね。もしかしたら育成押しとかはあるかもしれないですね、もう一回ね。ですね、うん、そこまでかなと思うんですけど、うん、育成落ちの可能性はあるかもしれない、ね、あるかもしれないですね。了解しました。うん、一旦じゃあ残すでいきましょう、はい、いいと思います。一旦残していきましょうか、はい、いいと思います。はい、はい、うん、これ以下で丸がつく選手をじゃあザボさんからお願いしていいですか。桑原、はい、以上。以上、ほうほうほう、はい、じゃあタラコさんどうでしょう。あ、堀岡が境界線かなと思うんですけど、はい、僕残し派なんで以上かなと思いますね、うん、桑原どうですか。桑原いいんですよ、赤丸いいですか。残さない、残してほしいと思ってるんですよ。残してほしい桑原をですか。はい、はあ、うん、そうですか。なんで、でもね、ここちゃんと僕も二軍戦を順番通り見てへんかあれなんですけど、投げてないような気はするんですよね。ここが気になるところですけど、うん、予想としてはありえますけど、いいピッチングして結果も残してましたかね。なるほど、はい、復活にかけるか、育成落ちまではあるかな、微妙なところですよ、うん、堀岡だったり、うんうん、そうですね、堀岡選手は僕はもしかしたら育成落ちがあるかなとは思ってますね、うん、うん、そうですね、はい、ちょっとすいませんけども赤丸をつけて堀岡か25歳で155、6球ロ投げるでしょ、はい、投げて堀岡選手ね、今年試合化したところなんですよね。これがちょっとどう取る、どう見ようかな、首脳陣がっていう。堀岡こそが現役ドラフトに出せる選手だと思いますね、僕は。そうですね。滝浦が喜んでくれそうな選手。喜びそうですね。うん、喜びそうですね。年齢もそうだし、はい、うん。うん。それはあるかもしれないですね。うん。なので、まあ、こんなとこっすかね。うん、堀田健心どう見ますかね、わ、うんうん、からん男やな。一軍で今年は投げてないよね。投げてますね。投げてるんか。あ、はい、投げ2、3試合投げましたっけ。そうそう、そんな感じ、そんな感じです。ああ、印象残ってないな。結果残してないですね。そうです。あ、山田流星も長いこと一軍でまだ未登板か。山田流星は未登板ですね。いや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 、そうですか。山田どこいます。山田23歳。23歳、山田23歳ですね。うん、ああ、おっと、先発なんですね、山田って。そうなんだ。うーん、先発、まあ一軍で投げてないですもんね。投げてないですね。でも、うん、今年から中継ぎで行こうとしてますね。うん、うん、まあまあ、まあでも残るかもわからんですね。まあ年齢も若いしね。うん、そうですね。そうね。はい、ということで今回は2023年退団選手を予想してみました。育成契約や現役ドラフト候補の選手も含めておりますので、単純に戦力外予想ではありませんが、来年の支配下としては考えにくい選手として予想してみました。あくまでもファン目線ですが、おそらく今から様々な情報が出てくるかと思います。単に選手を切るということではなく、来年こそ優勝するための戦力再整備予想としてご理解いただきたくお願いいたします。本日は以上となります。次回雑談パートもアップする予定ですので、ぜひご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。